工学院大学附属中学校、高等学校は、東京都八王子市中野町にある私立中学校、高等学校、工学院大学の附属学校である。以前は工業高校として知られていたが、現在は普通科のみになっている。制服は、1991年まで、いわゆる学ランであったが、当時流行っていた長蘭、短蘭が問題になったことや、 工業に関する学科の募集を停止することに伴い、制服を変更することになり、結果、デザイナーによるスーツスタイルの制服になった。しかし、1992年から1998年までという7年間の短い期間によるものであった。1999年には、高校創立50周年という節目を迎えて、同年制服が再び改定された。 現在は、紺色のスーツスタイルである。なお、女子生徒は、スカートの他にパンツスーツも選べる。なお、2019年度から新制服になる。カリキュラムは3学期制で週務一過制を採用している。教学会校は男女とも同じ教室で授業を受けているが、一部クラスは、選択科目などの関係で男子のみで構成されている、こともある。また、2015年度から、 中学にハイブリッド特進民数コース、ハイブリッド特進コース、ハイブリッドインタークラスを設け、それぞれ特色ある教育プログラムを実施。また2018年度から高校にハイブリッド分離先進コース、ハイブリッド分離コース、ハイブリッドサイエンスコース、ハイブリッドインターナショナルコースを設けた。工学院大学内の生協を利用できる。全国でもいち早く、 中学、高校、大学が同時に環境マネジメントシステムを取得している。中学生は3年時に全員がオーストラリアにて約3週間のホームステイを経験する。高校生でも1、2年時に希望性の語学研修プログラムが用意されている。生徒会は環境活動だけでなく様々に活動している。また、環境活動も積極的に行われており、 その様子や内容は随時サイトで見ることができる。委員会活動は平成29年度に改編された。校長が前校長、宮下正明から現校長、平方国幸になってから教育方針が大幅に変更されている。従来の生徒が受け身の授業から双方でのやり取りの授業に変わってきている。教室内には Wi-Fi が完備され、iPad や電子黒板。 ノートパソコンを使って行う授業もある。スクールバスを利用する場合、申し込みが必要である。料金がかかる。八王子駅南口、北野駅、灰島駅、南大沢駅付近、新宿駅間で運転されている。下校便では、八王子駅南口、北野駅を経由して、南大沢駅付近まで行くバスがある。 朝の投稿便では、バスの混雑を考慮して7時台に発車するダイヤと、8時台に発車するダイヤが設定されている。全体的にバスの本数が少ないためどの便も混雑している。北野駅利用者は、八王子駅南口の乗車、南大沢駅付近利用者は、八王子駅南口、北野駅、灰島駅利用者は、八王子駅南口の便に乗車可能である。 定期試験や健康診断など通常とは異なる。日程の場合は臨時ダイヤで運転される。下記は全て下校便。ありがとうございます。